どうも星野剛志です。今日はですね、第20回、54ゴルフクリニックプロアムの表彰式の前に商品をご紹介したいというふうに思います。まあ、今年もですね、参加者全員にパルマックスさんからの、ね、女子なんかだと賞金王の稲見萌寧選手がね、パルマックスグリップ使ってますし、 USPGA ツアーの小平智選手、そうですね、若手の久住選手、こうやってね、いっぱい多くの選手が、パルマックスグリップ使ってますけど、そこからツアー支給品のね、ボールマーカーを全員に参加します。であとはまあこうやって見ていただいて、後で細かく説明しますけれども、ジューシーゴルフさん、グラファイトデザインさん、そしてパルマックスさんですね、でピンゴルフジャパンさん、多くの商品を今年もスポンサー様から提供していただいて協力していただいています。まあ、今回ね、もうここにね、ちょっとお持ちできなかったんですけれども、後ほどねご紹介しますけれども、ピンゴルフジャパンとね、54ゴルフのダブルネームのね、スタンドバッグっていうのを販売してるんですけれども、そちらの方もね、実は8本、白4本、黒4本用意してたんですけども、僕の車が小さすぎてね、乗らないので、またこれはね、表彰式の時に目録をお渡しして、皆さんにキャディバッグは随時、お渡ししたいなというふうに思っています。これからね、細かくちょっと紹介していきたいと思いますね。今日のエピソードをお楽しみください。それではレッツゴー。まずですね、今回ご参加いただいている、西村邦彦先生、西村邦彦先生の、絶賛ね、Amazon とかね発売中で大人気の、ゴルフ文化産業論、自然へ帰ろう、西村邦彦著とありますけれどもね、じゃじゃん、こちらの本を、10冊提供していただきました、わざわざですね、先生に、ちょっとお願いしてサインまでいただいてます。僕もね、実はね、サイン入り、20周年おめでとうということでね、メッセージ付きでいただきました。そしてこちらはですね、井出口プロが契約しているタイトリスト、タイトリストのバイザーと帽子を、井出口プロから提供していただきました。でこちらは金子圭一プロから、ポロシャツをね、提供していただきました、金子プロもタイトリスト契約ですね、タイトリストのウェア契約なんでポロシャツを提供。そしてですね、何を皆さんまずは見ていこうかというと、まずじゃあこのピンゴルフジャパンさんのね、ピンゴルフジャパンさんの手帳ですね、これ、これね、あの非売品ですから、これを15冊ぐらい提供していただきます。でね、もっと面白い商品、じゃじゃん、これね、まあ、ちょっとまだあのお客様にプレゼントするんであげないんですけど、ピンゴルフジャパンさんのなんと手拭いですよ。温泉入るときですね、それ僕か温泉エピソードぜひ見てくださいね。僕温泉大好きなんで、ね、手拭いには目がないです。これもね、ピンゴルフジャパンさんからもういっぱい来てますね。そしてピンゴルフジャパンさん続きますけれども、こちらですね、ヘッドカバープレミアムヘッドカバーという形でリミテッドエディション、ユーティリティとかね、フェアウェイウッド、54ゴルフクリニックのね、お客様はね、みんなピンを愛用してますので、これですね。まああとはですね、パターカバー、そしてその後は帽子、ピンゴルフジャパンさんの帽子ですね。こうやって、キャップですね、白の。これもね、ピンマンがちっちゃく入っててすごい特別なやつですね。こちらも、あとはピンさんからだとこちらのサンバイザーがありますね、そしてね、先ほど話したパルマックスさんのボールマーク、これね、いろんなカラーいっぱいあります。ここいっぱいありますね、いっぱいあります。でパルマックスさんからはですね、まあ今日もし余ったらですね、ジュニアゴルファー、僕が指導しているジュニアゴルファーにクリスマスプレゼントであげてくださいというふうに言われているので、ジュニアゴルファーのみんな、ツアープロのマーク用ということで、パルマックスさんからですね、ツアープロがね愛用しているタオル、かっこいいですね、僕にもください、とか、あとは傘ですね。これもツアー完全支給品だと思います、ね、もう
売ってないと思います。この辺は売ってないと思いますね、パルマックスさんの傘ですね。傘タオル。そしていつも大変お世話になっております、グラファイトデザインさん。グラファイトデザインさんのバイザーが何個でしょう。10個ですね。バイザーが10個。そしてこれ今朝もね、星野さんこれ出てる今年もって言ってた、ツアースティックカバー。もうねこれはあれですよね、ツアープロシード選手がね、キャディバッグに入ってるやつ。もうここにもありますけどね、これを全部でツアー AD のこうキャディ、ツアー AD のカバー、スティックカバーとスティック2本セットを全部で5セット10セット。そしてねカバーが他にも来てますね。でジューシーさんのバイザーが全部で 1,2,3,4,5,6,7 7個あります。バイザー7個ありますね、ジューシーさん。でジューシーさんのキャディバッグが全部で4本、 1,2,3,4。 ちなみにこの僕もね使用しているジューシーのツアープロバッグ、これはね個人戦の準優勝の商品になりますね。で、こちらのスタンドバッグのこの3本というのは団体戦の準優勝。じゃあ優勝何って言うとですね、ちょっと、団体戦優勝は目録になるんですけれども、ここにはないです。なぜかというとですね、グラファイトデザインさんのツアー AD の UB シャフト、アジアパシフィックアマチュア優勝ね、そしてなんといってもね日本ツアー優勝して、もう今世界アマチュアランキング1位の中島啓太君、日体大3年生、今日来ている野口裕太プロが1年生ね、中島啓太プロがツアーで優勝した時に使用していたグラファイトデザイン UB シャフトを団体戦なのでアマチュアの方3名の方に提供します。これはねあのトラモンで僕がトラックマンでフィッティングして皆さんに提供します。そしてねこの第3位はピンゴルフジャパンさん、団体戦の第3位はピンゴルフジャパンさんと54ゴルフのコラボの僕も使用中ですけれどもスタンドバッグ、これを白と黒2バージョンありますから、すで、に購入されてない方は色を選んでいただいてね、で白を持ってる方はぜひ黒も選んでいただけるといいと思います。そして、このブービーメーカー賞、残念ながらね個人戦のビリということですけれども、なんと54ゴルフクリニックではそんな方の期待も裏切りません。ピンゴルフジャパンと54ゴルフのコラボスタンドバッグプレゼント。もうねあの年末の最後なのでね、毎年もうね無給で働いております、私。そしていよいよね、この辺になるんですけど、まずねその前になんとサプライズ商品を用意しています。サプライズ、じゃじゃーん、シャキーン。そしてこのグリップ何かというとですね、見ていただきましょう。じゃじゃーん、なんて書いてあるかというと、そうですね、紫カントリークラブスミレコースプレジデントカップチャンピオン、プレジデントカップ2021勝作、高田勝作さんですね。すでにね YouTube 動画にも上げてますけれども、今年の理事長杯優勝された高田勝作さんはジューシーウェッジを使用してくれてるので、もう僕とジューシーから大プレゼント、これはサプライズです。今日のプロアマとは関係ありません。そして個人戦ベスグロとねあるんですけれども、じゃじゃーん、個人戦優勝はじゃん、ジューシーウェッジ TT ウェッジの58の B スペシャルエディションです。見ていただきましょう、じゃじゃーん、じゃじゃーん、すごいですね、この刻印入り超かっこいいです、めちゃめちゃかっこいい、54ゴルフオリジナルロゴ入り。こちらが個人戦の優勝なんですけれど、なんともう一本ありますね。何かというと、ブービー賞。54ゴルフクリニックは20周年を迎えるんですけれども、この20年の歴史の中で、今回参加していただいている方も、本当にね、100を切れなかったりとか、100を切るか切らないかっていうところから、片手シングルになっていただいたりとか、クラチャンになってくれたりとかね。もう15年10年のお付き合いをする中で、そういうゴルファーをいっぱい増やすというのを目的に一生懸命頑張ってきました。ということでね、もう使っていただきたいジューシーウェッジ、ぜひお願いします。そしてベスグロ、じゃじゃん、これね54ゴルフっぽいかなと思うのは、なんとジューシーさんはパーツ屋さんじゃないんですけど、クラブヘッドだけあります。ちょっと見ていただくと、これもね20th anniversary54golf.com
ね、60度 D 層僕も使ってます。これね、ベスグロ取った方はシャフトをまた自分ですでに今使ってるやつがあると思うので、まあ、どのシャフト入れたいとかね、オーダーもベスグロぐらいになるとうるさいんですよね。なのでリシャフトしなくていいようにヘッドだけジューシーさんに用意してもらいました。後でね、ジューシーの方に送り返してシャフトを入れて作っていただきます。まあね、毎年毎年ね、多くの参加者をですね、もう20年やってますから、延べの参加者っていうのはもうひょっとしなくてもですね、1000人を超えてるかもしれないんですね。1000人近くで、一時期はね、14組とか15組とかでやってた時代もありますから、まあ、今回はね、まあ、コロナ禍ということもあって、まあ、7組ということですけれども、まあ、そうやって考えるとね、1000人近くのプロゴルファー、アマチュアの方ね、各界のね方に参加していただいて、こうやって54ゴルフのプロアマをずっと開催しています。まあ、あの20年の中でね、プレーしなかったのは今日が初めてなんですけれども、まあ、こうやってね、多くの協賛をいただいて、皆さんがね、年末に明るい気持ち、華やかな気持ちになってね、帰って帰宅していただければもう大成功なんでね、あの皆さんに喜んでいただければなというふうに思います。まあ、表彰式の模様はね、簡単にまたご紹介したいと思いますので、今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。来年のご参加、まだ参加したことない方、ぜひ参加してください。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。